スボボードヌイは、ロシア極東のアムール州中部にある都。人口は、約5万人。州都、ブラゴベシチェンスクからは北へ167キロメートル。アムール川の大きな支流、ゼア川中流の右岸にあり、シベリア鉄道がここでゼア川を渡っている。スボボードネンスキー地区の行政中心地だが、スボボードヌイ市自体は地区に属さず州の直轄下にある。人口は、約5万人。 2002年国勢調査で63,889人、1979年ソ連国勢調査では74,500人、1989年ソ連国勢調査では8万人を数えたが、ソビエト連邦の崩壊後人口が減った。1910年、アムール鉄道のゼや川鉄橋建設工事のため、スラジェフカ村の近くに労働者の宅地が建てられた。 当初のシベリア鉄道は、真の領土である満州を横断する東西鉄道経由で、ウラジオストクに向かう経路を通っていた。これに対して1906年、新国領土を通らず、ロシア領内だけを通る支線として、アムール北岸を通り、ハバルフスクへ向かうアムール鉄道が建設されることになった。これが、現在のシベリア鉄道の本線となっている。この労働者集落は、 ゼア川を渡る地点に駅及び都市を作ろうという計画の最初の一歩となっていた。土地の整備は進み、1912年には市の地位を与えられ、ロシア皇太子、アレクセイ・ニコラ・エビチにちなんでアレクセイ・エフスクと名付けられた。1916年にアムール鉄道は開通している。1917年の2月革命で訂正が倒されると同年4月、 市民はロシア語で自由を意味するスボボードヌインに使命を改める決定を行った。1921年に独立軍がロシアの赤軍とここで衝突し壊滅した。ソ連成立後、ヨシフ・スターリンの時代にはスボボードヌインにバムラグという名のグラグが建てられた。この収容所は政治犯などを第二のシベリア横断鉄道であるバイカルアムール鉄道の建設に動員するという。 役割を担っていた。1935年10月には19万300人の収容者を抱える、ソ連でも最大級のグラグに拡大し、多くの収容者がここで命を落とした。スボボードヌイ市街には、博物館及び地質博物館がある。1940年に開通した子供鉄道は、総延長1 1 6トルと世界でも最長級の子供鉄道である。 スボボードヌイは、ゼア側の河川交通とシベリア鉄道との貨物積み替え地として重要な役割を果たしている。地域には、スボボードヌイ駅をはじめとする二つの駅があり、大きな貨車、列車修理工場が所在している。またゼア側の河川港や、スボボードヌイ空港もある。機械工業、軽工業、家具製造、食品製造などの工場も立地しているほか、 金などを採掘するアムールゾロと社の炭鉱、地質調査部門の拠点にもなっている。市の 50km 北方には都市型集落、ジオルコフスキーがある。この町はソ連軍の ICBM 基地のために作られた町で、1969年から1994年までの間はスボボードヌイ18と呼ばれる秘密都市になっており、 その後は2015年に解明されるまでウグレゴルスクと呼ばれていた。3 6トル離れたウクライン下に、ロシア空軍の極東最大級の戦略空軍基地があり、第37航空軍第326重爆撃基地団が本部を置く。この他迎撃機の基地であるオルロフカ空軍基地などの空軍施設も点在する。市の北西2 0の森の中には、 ロケットの打ち上げ基地であるスボボードヌイ社場がある。この基地は2005年に閉鎖されたが、ロシアの新たな宇宙開発拠点となるボストチヌイ宇宙基地が後地に建設されることになった。この宇宙基地がスボボードヌイ及びウグレゴルスクに雇用をもたらすことが期待されているが、住民の中には基地の存在に反対している者も,もいる。ありがとうございます。